中央区の大人橋2丁目付近松屋町筋は大阪府大阪市を南北に縦断する主要地方道の愛称。町名の松屋町と同様に抹茶町筋と発音されることが多い。区間は天神橋交差点から公園北口交差点までの約 4.1km で全線大阪市道天神橋天王寺線の一部区間に当たる。 学園坂交差点以北は南行き一方通行となっており、西側を並走する北行き一方通行の境筋と対になっている。時間帯、曜日により、制限速度が50キロの場合と60キロの場合がある。大ね上町大地の再録を通るため、東へ曲がると谷町筋にかけて上り坂になっており、とりわけ下寺町交差点以南では急坂になっている。 道路愛称の由来である中央区松山地付近には、ひな人形や五月人形、玩具、駄菓子などの問屋街が広がっている。また、天王寺区下、寺町及び何区下寺のそれぞれ南部には、オートバイ販売店が集中しており、バイク通りとも呼ばれている。松山地筋の名称は1806年の地図が、初見で当初は天神橋以北と同様に、 天神橋筋と呼ばれていた。松山地界隈、松山地交差点から、北持ち市も寺町界隈、学園坂交差点から南望む。ありがとうございます。